前回の杉永チャンネルは次はどこ？2階にちょっとあります。じゃあそれじゃやってっか。うん、レッツーゴ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 ー。ちょっと乗ってんな。うわー、ウォークインクローゼット。うわーうわーうわー、なんだこりゃー。うわー、何個あんの？嘘や。え、16人家族？バサミがすごいじゃん。バサミ、洗濯のバサミが。この辺は必要じゃんね。必要。うん。てかこれ何、さっきからこのキノコ的なの。こちらのリボン毒キノコ、リボン毒キノコ怖いよ。オープン。終わった。グゲ、どうした？ここはハンガーの問屋か？ここハンガーの問屋か？問屋なの？これは認めんの？じゃあどんどん行こう。はい、閉めて。はい。はい、続いてどこ？3段目。あー、ここにもなんか大量に入ってる。これは何？バッグだね。それ使ってる？これ使ってない。これ使ってない。うん、これ何？フログのバッグ、ガチバッグ。ガチバッグ、ガチバッグ。本当に買った？買った。フロックっぽいの。フロックっぽくない。このフロックっぽいの。ガチバッグ。ザトートバッグね。うん、いらないでも。使ってないかな。使ってないよね。うん、あるもんね、いっぱい。そう。手放す。手放す。オッケー。はい、他。これは？これは使ってる。これは使ってる？これはいいやつなんだ。これノースフェイス。これは現役。これ現役ね。次。なんだこれは？なんだこれは？クラッチバッグ？クラッチバッグ？おお。え？これ新しい？3年ぐらい前かな。使ってる？使ってない。使う？これから。使わない。使わない？うん。売りたい？売りたい。売りたい。使ったでも結構。使った。あの子供のおむつ入れて持ち運ぶのに使ってた。子供と、子供のおむつを入れるために買ったの？これを本当に。そのためじゃなかったけど、そうなった。普通に街で使おうと思ったのに、最終的に子供のおむつを入れてたんだ。そりゃびっくりだね。このバッグもまさかそんなことになると思ってなかったね。うん、かわいそうだったね。かわいそう。何これ、またフランスのバッグでしょこれ。フランスのバッグでしょこれ。フランス製でしょ。フランス人だしね。フランス人だしね。嘘つけ、嘘つけ。めっちゃ日本人やないかい。フランス土産か。さっきのポーチと同じ店で買って、なんか素材が似てるもん。同時に買った。これいくらなの？なんか1万円くらいする。1万円のフランスバッグ？皆さんこれを1万円で買いました。本当に必要ですか？いりますか？これが1万円で。それがすごい 70% オフぐらいになってて。1万円が 70% オフ？フランス人気なさすぎでしょそれ。なんかテンション上がっちゃったんだ。うん、いろんな柄があって、いろんな柄があって、いろんな国旗があったんだ。その中でフランスを選んだ。国旗じゃないんだけど。あ、国旗のバッグの店じゃない。違う。違う。まあとりあえずこれもいいかなって感じ。もういいね。こちらもじゃあ売ろうか。誰かね、フランス好きの方いるかもしれないから。じゃあこちら手放す。あとは、ね、トートバッグ多いね。これ付録か。付録じゃない。付録じゃない？買っちゃってる。はいはい。僕ミッキーだよ。また会いましたね。ミッキー好きなの？なんか友達とお揃いで買おうって言ってノリで買っちゃったやつ。でも全然使わなかった。うん、使ってない。うん、使ってない。いいにする、いいにする。手放すね。はい、売る。はい、なんだこれ。でっかい赤いパンツかこれ。でっかい赤いパンツかこれ。違う、デカパンじゃない。デカパンじゃない？バッグ。バッグね。あなたイニシャル A じゃないじゃない。本当のイニシャルが売り切れてて。本当のイニシャルが本当のイニシャルが売り切れてて、関係ないイニシャル買った。そんなことがあるの？だいぶ使ったけど、もう卒業かな、卒業かな、もういい。なんせ私はイニシャルが A じゃない。A じゃないからね。はい、じゃあこちら手放す。手放す。はい、それ何？これも使ってる。使ってない。洗ったりもしてすごい剥げちゃった。洗ったら剥げた。剥げちゃった。なんか薄いもんね、色ね。もっとベージュだった。怖いね、そういうベージュの色あせ。はい、でも使わないもんね。うん、いやー、これ売るのも厳しいかな。一応忍ばせよう。うん、じゃあこれも手放すね。手放す。どんどん出てきてる。はい、出てきました。これはなんだ？電車くんか、電車くんか、電車くんか。トーマス。あ、トーマスね。はい、僕トーマスだよ。みんな僕に乗ってね。そんな声じゃねえよ。これはいる？これはいらない。これはいらない。
こういうバッグいっぱいあるんだもんね。いっぱいある。じゃあいいね、これもね。うん。OK。じゃあ手放す。ありがとう、トマス。あとスヌード？これ。これはスヌード。スヌード2個。これを使う。これは使う。これはいらない。これはいらない。これからの季節いいもんね。うん、じゃあこちらは残すということで。ではいらない。OK。はい、もうこの引き出しからはバッグが大量に出てきました。使ってないバッグのオンパレード。こちら全部手放します。いくらかになったらいいね。そうだね。フランスが高く売れるといいね。でもまあ、スッキリしただけいいね。スッキリしたのは嬉しい。OK。うん。はい、最後。最後の段。うわー、まだこんなあんのかい、どうすんだい。じゃあこれね。これ何これはもう。これ何？ロシア？ロシアじゃない、ベレー帽。あ、ベレー帽ね。かぶってる？かぶってない。漫画家になりたかったんだ。じゃあ行こうか。なりたくない。かぶってたんでしょ？絵を描くときに。絵を描いてない。絵を描かない。描かない。なんか惜しくなっちゃった。なった。でもいらない。今はもうかぶってない。じゃあ手放す。はい。はい、どうした？トートバッグがすごい。ね、トートバッグのこの色のやつ多いよね。皆さんの家もどうですか？ありますよね。これはね、もうノベルティ。あ、これはノベルティね。うん、いいね。いい。オッケー。うわ、何？ね、どんだけそういうバッグあんの？びっくりしてるでしょ、自分でも。びっくり。それもバッグだ。はい、これチャーのバッグ。チャーのバッグ。シェル？シェル？これチャーじゃない。チャーじゃない、シェル。シェルね。はい、じゃあシェルのバッグもいい。これは？消防車。消防車好き。消防車好き。なんじゃそれ。とりあえずいいね。ありすぎバッグ。トートバッグのオンパレード。それは？その手に持ってる軍隊の時のやつ。こちらは。使う？これは使う。これは使うのね。オッケー。はい、他は？何それ？かわいい。これは使う。でもいらない。でもいらない。その辺は？この辺は使わない。あ、それ使わない？これも壊れちゃった。これ壊れちゃった、チャックがね。オッケー、じゃあこれももういいね。いいね、うん、はい、この派手派手バッグ。これはおむつケース。おむつケース？どんだけおむつ入れんの、いろんなところに。いいね、うん、それは？これも使ってないかな。うわー、これよくありがちのバッグ。これ高かったでしょ、1万5000以上してる。うわぁ。すごい、シミになっちゃったの。雨でシミになっちゃった。使ってた。今は使わないんだ。これもいい。うん、じゃあ手放すね。手放す。はい。はい、他は？このニット帽は？これはもう、かぶってない。ずっとかぶってない。うん、5年ぐらいかぶってないかな。で、こちらは？いる？うん、もういいかな。もうかぶんない。うん、正直、うん。卒業ね。ファッションが変わっちゃったね。うん。うん、じゃあこちら、手放します、はい。ありがとうね。はいね。はい、こちら。これはかぶってた？このボンボンがすんごいついてるの。かぶってた？あんまりかぶってない。あんまりかぶってない。ボンボンが大きすぎるからね。ボンボンが大きすぎるからね。ボンボンが大きすぎるからかぶってない。いや、最初から分かっただろ。買う前に分かるだろ。ボンボンがでかすぎて今かぶれない。ちょっと年齢的に無理。ちょっと恥ずかしいね。うん、これ若いからかぶれるのかな？どうだろうね。もはやそれすら分からないけど。うん、じゃあこちらも手放す。手放す。いいね。かぶんないもんね。かぶんない。オッケー、じゃあこちら手放す。ねえ、すんごいすっきりしたよ。てか、ほとんど手放すものしか入ってなかったんじゃん。2個になっちゃった。使わないものばっかだったね。うん。大変だったね。何だったんだろうだよね。やっぱ見直してなかっただけなんだよね。うん、なんとなく持ってたんだ。なんとなくトートバッグだし、使おうかな、みたいな。トートバッグ持ちがち説っていうのは、これ皆さん成立しますかね？これ皆さんの家でも起きてますか？トートバッグ持ちがちじゃないんですか？どうですか？はい、これ引き出し1段から出たもの。すんごい出たよ。これどう？持ってみて。引く。片付け終了。今日手放すもの一気見せ。こちらめちゃくちゃ大量に出ました。やばーい。こちらハンガー。とんでもなく持っていた。余分に持ちすぎていた。こちら全部手放す。無駄に持っていただけの洗濯バサミも手放す。バッグも大量だ。こちらも全部売りに行ってみる。かぶっていない帽子も売る。4段の引き出しからこんなに出ました。すっきりしました。はい、いかがだったでしょうか。今日は出張ミニマリスト1個しかやってないのに大量に出ましたね。びっくりしましたよね。どうだった？
もともといっぱいあるなっていうのはちょっと気になってて減らしたかったんだけど、でもなんとなく収納に収まっちゃってたからいいような気がして、ちょっと後回しにしちゃってたのがすごいスッキリできてよかった。そうね、見えてはないもんね。うん、まあ、一旦しまって考えようかなってしてたり。あ、やっぱ後回しにしてたって感じはあるんだ。うん、そうだよね、うん、でも使ってないなっていうのは分かってたからなんとかしたくって出してみたらびっくり。皆さんの家はどうですか？結構こういうことって起きていますよね。ぜひ収納に収まっていても後回しにせずもう一度見直してみましょう。はい、今日の動画が参考になったよ。気持ちよかったよ。私も収納に収めて満足していたのでもう一度見直してみますと少しでも思っていただけたらグッドボタンで教えてください。これからもぜひ見てほしいのでチャンネル登録のボタンをポチッとよろしくお願いします。よかったね。うん、ありがとう。ありがとうだってピエン。それではまた会いましょう。バイバーイ。